しれっと魔剣スパーダ背負ってるやんけみたいなね。スパーダすごいですねやっぱり。今何見てるんですか。これは何ですか、いつもさん。これあの今回の悪の根源のクリフォトっていうね、悪魔の木ですね。もうハロウィンか。衣装がでかすぎるぜ。センスも最悪だしな。サイズ直ししてやるよ。はい、キャバリエレ・アンジェロです。アンジェロの名を持つボスです。さすが企画マンですね。早速回避できてて、わーかっこいいな。まだ全然攻撃を避けるだけじゃなくって合わせると大きく弾くことができて、そこもチャンスタイムになりますね。あと今回体力ゲージもデビルトリガーゲージもちょっと短めでハードなプレーになってます。おーかっこいい、すごい叫びている。今回ねゲーム中にこうやってボスとかとの会話をしながら戦ったりするのでなかなか盛り上がるんじゃないかなと。今キャバリエレ・アンジェロのねあの周りの雷を剥がしてる状態っていうのはちょっと弱くなってる状態なんで。来た、じゃあバイク武器いきます。おー吉田さん頑張ってね、家族見てるんで頑張ります。プレイに集中させてもらっていいですか。もっとバイクみたいにちゃうかな。はい、あのバイクのキャバリエーレっていう武器なんですけども、これはあのソードマスターで使う B ボタンとか丸ボタンで攻撃するとバイクに乗った状態の攻撃、Y ボタン三角ボタンで攻撃すると2つに分かれたダブルチェーンソーの攻撃になります。じゃあ魔人化いきます。今回あの、はい、羽ばたけるようになってて、あのですね、今回滑空できますね魔人。ダンテ担当者から絶対羽ばたいてこいって言われてる。 Pull that devil trigger、yeah!今回の変身途中の演出もすげえ作り込んでるんで、細かいとこまで見れたら見てほしいかな。雷を剥がすとこうやってね充電する状態になります。じゃあおブルース・リーみたい。これスッとやってますけど、はい、この緊張する場所でタイミング系の技決めるのめちゃめちゃ大変なんで、奥さんは後で褒めてあげてくださいね。ちらつかせますね。わあ、ロイヤルガードの周りにねゲージが丸いのがあるんですけど、これあのロイヤルガードガード成功していくと溜まってきて、溜まったゲージはリリースでバーンと落ちると結構大ダメージが。そして今回バルログですね、今赤く光ってる状態でパワーアップしてます。盛り上がりますね。トリックスターに変えて逃げましたね。とどめはどの武器でいったらいいですかね。リアルインパクトでお願いします。あ、無理か、死んじゃうと思いますねこれ決める前に。じゃあ
マジンカで、マジンカで、マジンカでバイクで、マジンカでバイクで、最後じゃあ皆さん吉田頑張れの声援をお願いします。せーの、頑張れ頑張れ吉田頑張れはい、これ物語の中盤ぐらいのミッションのプレイ映像ですね。暫定で高かったです。で、じゃあ、まあ、早速じゃあ暫定のプレイを見てるんですけど、じゃあ左上に UI がじゃあスタイルを表示してるんですよね。初公開ですね。あのちゃんとスタイルあるんで T、S、G、トリックスターとか、ね、シャープシューターとかでしょ。全部4種類の、スタイルあります。いつでも切り替えられるんですよね。はい、いつでも切り替えられる。武器はもう今のところはじゃあエボアイボを使ってるんですけど、これ今のは何だったんですか。これ新しい武器、バルログ。バルログ、昇竜拳。まあ、リアルインパクトなんですけど、昨日も昇竜拳言うてました。そうですね、すみませんね、ちょっとブランド間違ってますけど、はいはい、まあ、ボクサータイプとカポエラタイプを切り替えながら戦う新しい武器ですね。おお、なるほどですね。で、一応リベリオン、まあ、リベリオンは普通に背負ってるんですね、今。そうですね。リベリオンも、じゃあバルログも見せてるんですね。で、あれですか、じゃあいつも通り武器もいつでも変えられるんですよね。武器もいつでも変えられるし、スタイルもいつでも変えられるっていう感じですね。ショットガン、かっこいいな、今の合計かっこよかったな。やっぱり開発チーム結構そういう今回こだわってますよ、めちゃくちゃ、ね、アイボニー&アイボリーも、うん、エボニーとアイボリーでちゃんと音変えてますしね。込めてる弾の種類も違うし威力も違いますね。うちのサンドチーム本当にね、天体の集まりですからね。そうですよね。あとコートの揺れとか髪の毛もね、ちゃんと表現できてるんですよね。そう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 、見たらね、わかると思いますけど、最初にある、ああ、feels so good、 おなじみのあの技もありますね。なんかね、バルログがたまになんか光ってるんですけど、あれ何ですか。あ、バルログはね、パンチモードはバーって、かっこいい、連続で攻撃技を出すと赤く光るイグニッションっていう状態になります。イグニッション、なるほどですね。で、まあ、じゃあ UI で、まあ、いつものじゃあ、ヘルスの下にデブリトリガーのゲージあるっぽいですね。そうですね。あと今回すげえたくさんね、ダンテ武器用意、まだ発表したやつもあるし、いっぱいあるんですけど、持っていく武器の数は自分で少なくしたり多くしたり、自分で調整できるので、多すぎてボタンで変えるの大変やっていう場合は、少なく使うやつだけ持っていくとか。そうですね。この回る順番も自分の好きなように変えることできるので、かっこいいな。とにかくかっこいいですね、本当に。本当にスタイリッシュですよね。サヴェッジ、これ本当に実際にプレイするとね、すごく自分の操作にすごく反応が良くて、操作感がね、素晴らしく仕上がってるので。いやでもそうですよね、ロイヤルガードもね、岡部さんがいつもね、仕事場で練習してるときにバルログばっかり使ってるんですよ。Devil May Cry. I got a gig. Cash up front. Cash up front. This I like.The water needs turning on, and those toilets need flushing. First come, first serve, I'm a target, throw music to my ears. Hurry up, Dante! Whoa, you...the infamous Dante. My grandmother is Nell Goldstein. The gunsmith that made all your fancy weapons. Guess I get to see it with my own eyes.
Dante, I'm gonna go too. Which one wants to play? Hey, asshole! All right! I've got all the power I need, right here. Hey, tough guy. That'll keep him, but not for long. Soulja Boy said city's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. This is my gig. Leave Nero out of this. Jackpot. Meet your new client. He who desires but act not breeds pestilence. So it is written. Hey, I got a new arm for ya. A masterpiece, one of my finest.